どっち2枚にする？ズーム側、こっちですね。こっちね。準備。あ、やっぱり本格的な準備。予想通り。うん、2枚にしてある。あ、はい。みんな出場者の人も押し込んじゃったけど緊張するかもしれないね。ずっとここに江戸面2020が入るようにとりあえずは作ってある。来た映ってますよ。すごいすごい。もうこれ今日みんなね放送するか。YouTube デビューだよみんな。だって本屋とか病院ここにセブンルームこっち見たもんね。結構あれだよね。これ上何？上ズーム用の。え、ズーム用？下が休憩用の。大御所から慣れたんですこれだからズーム画面がこのままなんだけど、そうですね。例えば、うん、映ってくる感じで、じゃあ次あのペロコさんのところが例えばこれは今ちょっとすごいルーズな感じだけど、あとこれに、文字とか入ってるようなサイズで入れます。はい。こっち側では見えてる。うん。こっち側で作ったプログラムってなかなか出ないんだよ。同じ設定、これをそっちに出せば、あのミラーで出せば、はい、そっちの方が良くない？ただ、ケロコさんの方が確認するのに、あのズームの出演者と。じゃあそれはいらないんじゃない？一歩通行でいいですか？一歩通行でいいんじゃない？ただエントリーナンバー何番、誰の誰べえさん、どうぞって言った時に、うん、スポーンと出るように、すればうん、にあの段取り組んでおけば、うん、それで、うん。それ以上に、あのケロコさんとやり取りすることがあったとしてもこっち側に見えてればいいじゃん、うんうん、その相手が、うん、ね、それが見えてればしてるんで、変更してるの、うん、だからネットの回線は太いのでお願いしますっていうのはそこ、うんうん、なのでちょっと今日はちょっと YouTube に上げるのも上げられるんだけど、ちょっとやってみる。そこでも切れるわけだから、うん、それは、うん、それはしょうがない。あ、凍りましたねとかって、あのこっち側でヘロコさんにフォローしてもらって、それで思う。そう親を見てないと。なんかタブレット一つ持ってきて、まあ、進行表情だが、あの1番、2番、3番、4番っていうことはまず理解してもらって、誰のこっち側のズームの切り替えと、あの次あなたですよっていうことを指示するのは、だからズームの人たちはあのタイムラグないんですよ。ズームでやり取りしてる分には、でそこを返して登ってるものにあのタイムラグがあるので、大きなこういっぱい人がいる場面と。